ちょっと離れたとこにいます。お風呂早い、健康的って言われてる。お風呂はこれぐらいに入れますね。こんばんは。仙台行く準備できてます。早っ、仙台楽しみ。湯冷めしないです。お元気ですか？元気ですよ。みんながきなちゃんはって言ってるよ。ね、らしいね。新宿ブレイズがなくなるらしい。悲しい。もう一回、もう一回とは言わずまた行きたかったです。もうあっちの方で寝てます。きなちゃん、新宿ブレイズなくなるらしい。私が2回ソロライブやった新宿ブレイズ、ツイッターに書いてあったよ。ツイッターに書いてあったっていうか、ツイッターのなんか記事で見ました。どうでか、どうなんですかね。やっぱあそこら辺も新しくなってたから変わるのかな、いろいろ。ゼップもできたしね。新しく新宿に。あ、来年の7月なんだ。今年かと思ってた。てか今年の7月ってもう今か。アイスクリーム、アイスクリームが飛んできてる。またソロコンやってほしいです。やりたいですね。もうお風呂入れました。こんばんは、こんばんは。エゴチリ楽しかった。ああ、そう、あかねちゃんに会いました。でも意外とあかねちゃんとは3ヶ月に1回ぐらいやってる。割と定期的に3、4ヶ月に1回ぐらい会ってます。昨日会いました、あかねちゃんには。割と合ってます。まあだからなんかあかねちゃん、あ、お仕事で東京に行った時に会うんじゃなくて、割とあかねちゃんが名古屋にいるタイミングで予定を合わせて会ってます。昨日も名古屋にいたから会ってます。結構合ってる。かなこさんにも会いました。でもなんか結構言われたんですけど、別に本当に洋服見に行っただけ、洋服見
です。卒業のことは全然話してないです。たまたま。たまたま近くで会ったっていうだけです。日にちが近い。あ、そう、愛理さんにも会いました。たまたま会った。びっくり。ちょうど私が行った時に途中から愛理さんが来てばったりって感じでした。左のまぶたになんか本当だ、なんだろうこれ。え、そう、本当にタイミングよく。今日はすごく大人っぽく感じます。え、嘘、すっぴんなのに。卒業生とどんな風に話してる。え、普通です。目異常に大きいけど加工なの。いいえ、ありがとうございます。米言葉として受け取っておきます。結構聞かれるんですけど、卒業発表のことは全然言ってないです、人には。いや、マジで言ってる。全然行ってないです。メンバーにはほんとマキコさんと、あとゆずきは、ゆずきが卒業発表してから言いました。2人だけです。あとはまあなんか伝えなきゃなっていう方たち、ほんとになんかなんて言うんだろう、あの人もあの人もっていう人いっぱいいたんですけど、本当にね、ネットニュースとかでツイッターとかでこう知ってくれて連絡くれた人たちもたくさんいたので、6D1 は知ってた感じは言ってないです。言ってなかったし全然気づかなかったって言ってました。俺も聞かされてなかった。それはすいません。だから意外とメンバーともあれから会えてなくて、ツアーでまあ一緒の場所に出る子とかとは、まあ、レッスンが始まってたりして会ったりするんですけど、会えてない子には本当に会えてないので、はい、来年の生誕祭まではいると思ってた。いません、ごめんなさい。最後だったんです今年が。新婚いなかったらもっと早かったのかな。いや全然、どうなんですかね、わかんない。別に新婚宴もらったからやめようってなったわけでもないし、待ってたわけでもないので、全然
でもよかできてよかったなと思います。ミクルンがショックを大きすぎて悲しんでた。そう、ミクルにはね会えてないです。まだルーちゃんにも会えてないんだけど。私も心配です。卒業発表した時のメンバーの表情はみんな知ってたような感じだった。いや、みんな知らなかったです結構だから終わった後に、まあ、年が近いというか気が近いメンバーはなんか寝泣いてくれたりとかしてたんですけど、その9期とか10期とかはなんか実感湧かなすぎて涙も出ないって言ってたそう、まあ、まだね時間あるので。だからね、公演とか見に来てください皆さん。新公演始まって間もないから1年を卒業しないと思ってた。まあでも別に意図したわけじゃないけど、まあちょうど1年になるのかな、タイミング的には。もう隠さないでいいから楽しめることは。そうだね、まあそれは本当にそう。結構まあなんかそのみんなにもこう最後いろいろ最後だなって思いながらイベントとか一緒に楽しんでほしかったので、このタイミングだったっていうのはもちろんあるんですけど、結構自分の中でこうもう決まってるのに、まあなんか嘘をつくじゃないけど、まあなんかやめない体でまだこれからもいる体でインタビューとか答えないといけないのも結構苦しかったので、早めに発表できてよかったなと思います。赤ちゃんおいでよ。あ、なんか食べてるね。なんか加えてる、悪いことしてる。確かに発表してからやってなかったわ。ショールームブログも書かなきゃって思ってるんですけど、はい、まだ書けてないのでまた近々書きますね。ゆうねちゃんには会ってないです。でも連絡くれました。はい、にじゃないよ、もう多分すぐ放送されるのでもうすぐ聞いてください。私のね SNS の通知はだいたいマキコさんのインスタかサーヤさんのインスタの通知も取ってるので、
不況の話一色になるからショールームはしないかと思った。まあ最初はね、最初だけじゃないですか。そう、真彦さんの甥っ子くんに会ったんですよ、初めて。結構テレビ電話をしてるんですけど、よく真彦さんにテレビ電話買ってきて、私も一緒に映るみたいな。で結構エゴちゃんって言ってくれるおいっ子くんなんですけど、真紀子さんの最近やっと会えまして、でまさかのおいっ子くんに誘われ、真紀子さんファミリーのご飯会に参加するという可愛かったんです。エゴちゃんご飯って言われて、ママがね、エゴちゃんお仕事じゃない、エゴちゃんお仕事って言われて、あで誘われて行きましたあ、来た。今悪いことしてます、この人なんか加えてます。今夏仕様のひなちゃんです。これ悪いことしてる顔悪いことしてんの？ほらこうやって悪いでしょ。わざとね、こうあえてアピールしてるんですよ私に。何、どこで拾ったのそれ、なんか落ちてたの、ごめんね。可愛い顔して睨まないごっくんしてないよ、口に加えてる。ほら、あ、悪いんだ。かまってちゃんなんでね。ダメです。9時ぐらいまでやりますね。9時になったらやめます。
握手追加したいよ。5時販売が始まるんですよね。でも握手会はもうなかったりするのかしら、もしかして。ほんとそれだけです、ごめんなさい。本当はそのシングルのイベントが発表されるタイミングで一緒に発表できたらよかったんですけど、それだけちょっとタイミングが合わなくて、それだけ、本当にそれだけが今のところ心残りです。それとは別にトーク会作る予定は今のところないです。振り替えとかもちょっと私は分からないのでごめんなさい。あったらあるかも。最後きなちゃんも連れてきてください。だってきなちゃんも行く？ひなちゃんとのグループトーク。きなちゃんのツーショット会はないんですか？めっちゃあれだよ、ほんと奇跡の1枚ぐらい、何枚何人かに1人だけちゃんと正面向いてるみたいな感じになるかもしれないけど、いいですか？それで大丈夫ですかね。後ろ向いててもいいので。卒業までできる限りライブなど参加したい。ぜひ来てください。公演もそうだし、理科は周年いろいろありますので、夏もフェスとか ST の夏のツアーとか来てください。ポポさんと合わせましたか？
ちょっとね、きなちゃん犬嫌いなんで、ポポさんがかわいそうになっちゃうかもしれないから合わせてないです。ツアーは名古屋のに行きます。待ってます。きなちゃん犬嫌いなんだよね。きなちゃん人は好きです。サマステ待ってます。かまってって言ってますわ。じゃあきなちゃんオタクのことも好きですかね。だってどう、きなちゃんどう。きなちゃんはちょっと信じられないかもしれないけど、今ねこの画面を見てる人がねたくさんいるんだよ。寝てたじゃん今。寝てます。きなちゃんは結構布団でこうやって普通に仰向けで寝たりします。人かな、人間かな。唇薄くない、誰、私何も塗ってないもんだって。27日の公演のためにうちわ作った。すごい楽しみ。外れて出てる、何これ。おみくじしてんだ。木曜の声お邪魔します。待ってます。何も塗ってないの、唇透明かよ。どういうこと塗ってない、何も塗ってないよ。月9見てる？月9は見てない。ほくろかわいい、ありがとう。これは多分もうなんかめっちゃほくろ取るブームとかが来ても取らないです。これ結構あのゲームのキャラクターとか自分の顔作る時もこれつけるぐらいお気に入り。なんかちょうどよくて。月9は見てないです。
や結構なんかさ、やっぱほくろは顔にない方がいいみたいな。あと5分ですけど、質問ある人いますか？寝てます。聞きたいことばっか？何？たくさんあるよ怖くて聞けません。なんで？しかないってめっちゃ言われてる。インスタの質問箱した時も言われた。あ、いいですね。かき氷何味が好きですか？レモンです。お祭りとかはレモン。めっちゃ来てるわ質問。12期オーディションは全然見れてないです。仙台で会いましょう。アディオス、アディオスおお、北海道行ったら何食べますか？え、何食べよう。でもなんかゆきちゃんが絶対美味しいもん食べようねとか言ってたから食べたいです。100キス100キスって言われてんの？あれ見る機会ありますか？わからないです。おお、リカーで何歌いたい？はめっちゃ聞かれますね。なんですか難しい。本当にありがたいことにちょっと曲多すぎて、でもいっぱい歌いたいんだよな。最後って思ったら歌いたい歌いっぱいあるわ。いっぱい出てほしいからバラバラに投票する。でもなんか割と、まあでもめっちゃいい順位で歌えたらそれは嬉しいけど、いっぱい歌いたいんですよね そうだよ、みんな最後のリカバなんで。私あ、フルで歌いたい曲ありますか？いい質問ですね。出られる曲リスト。全部歌ってもらっていいですか？でもフル、え、これ言っていいのかな、なんかあんま言わない方がいいのかな、とかにやってくださいみたいな。でもなんかそれにすごい集中しちゃって本当に出る曲ないってなったら悲しいからむずい。
だから本当にあのいっぱい歌いたいですっていう、いっぱい歌いたいんですけど、でもそんなこと言ってさ、みんなもう決まってるんでしょ、投票する曲。その曲多めのいろんな曲に投票する。なんかわかんないし、みんながどれくらい、こっちも多すぎて決められないです。言ってくれた方がやりやすい。でもフルで歌いたい曲はあります、正直。10曲くらい行ったらいいんだよとか言って、フルで歌いたいのは流星群です。たくさん言っとかないと全部そこに行っちゃう。だから本当にいっぱい歌いたいんですって。いやでも本当、陸泡ってもう決めるのはみんなだから全然いいんですよ。私は流星群入ったらいいなっていう、100ですよね、ベスト100なのかに流星群入ったらいいなっていう。シンプル好きなんですよね、流星群。じゃあ流星群はマストでいい感じに投票します。すごここで1位、他のって曲もたくさん入れるのが遅くの少し。その時は出るの遅れないでね。私だから本当にね、これ結構さ、いまだにね、なんかあれはすごい出忘れてるみたいな言われるんですけど、しかもシンフォニーね、あれあれは私悪くないから、もう何回も何回も言ってるけど、転生と時間がないもいる、ありがとう。あれは違うから、始まったの勝手に、曲が着替えてたらびっくりですよ。私も走ったんだから、今までで一番速かった。本当にあれ私の着替えの MC だったたはずなんだけど、多分でもあれはもう数年後にネタバラシしたけど、それまで誰もおかしいなって言ってる人いなかったから、まあすごいですよね。
歌いたい歌いっぱいありますね。最後って思ったら、ラブクレは全然対象ないじゃないですか。ソロは本当に分かんないけど、自転車のベルは多分対象ない。 SK のシングルのカップリングだから。でも本当にあのソロシングルは分かんないです全然。まあでもソロシングルはいっぱい歌ったからな、割と。 SK のリカワって考えたらむずいです。でも結構みんな好きって言ってくれるから、なんでもいいよ。誰の何の通知でしょうか。斉藤真希子さんが投稿作成しました。いいね。時間がない公演管理に投票します。いいね。鬼面部屋に試されてるも聞きたい。いいね。ラブクレはメンバーどうなるんだろう。ラブクレで歌うんじゃないですか。いっぱい悩みます。悩んでください。僕らをつなぐものも入れる。いいね。伸びてる、伸びてます。チーム K2 曲好きなのでその辺入れます。ありがとう。望遠鏡のない天文台をリクエスト。いいね。キャパシティいいね。でも結構なんか書かれてたけど、メーターが入っても一人で歌うことになってしまうんじゃないですか。サーフの最近は出演しますか。ひな壇とかで踊ってますわ。逆になんかさ、卒業生出てくるんじゃないかって思って入れられたら気まずいです。メイター集めてください。私そんなないよ権力。
じゃあオイラが一緒に歌う。いいよ。100年見れる機会リカワぐらいしかなさそうやから入れとく。エゴさん一人でもメイトは聞きたいです。ありがとう。サーフの時はひな壇全力で踊ってね。はい、サーフの最近って入るかな。私は好きだけど、みんなやっぱ愛を君にかな、わかんないよそこら辺。 S のファンの人、サーフはリカーくらいステージ入れてもらったら。どうしてもスイヘスを目指して進むけど、バレないかな、ちょっと混ぜてくれたら。サーフの何が好きなの？なんか音、口ずさみたくなる曲。転生一択だと思ったけど悩む。いいじゃん、転生いいじゃん。転生しても君が好きだ。でも本当にいいもん、新婚始まったし、いろんな曲が聴けそうで楽しみですね。はい、ということで12分過ぎてしまいました。ありがとうございました。やります、また配信。それではバイバーイ。